はい、どうもこんばんは。こんばんは。本日はシンプルなパラメータで真横を向けるモデルを作ろうということでですね、早速見ていきましょうか。真横を向けるモデル、今までねいろんなところで見てきた方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、特に今回推したいのはこのパラメータの簡素さ、はい、パラメータのキーが本当に真ん中と両端にしか打ってないのに途中の形も綺麗に作れてるかなと思います。はい、いやこれは本当にインパクトが大きいですよね。あとはねやっぱそう、途中でやっぱりどうしてもねひしゃげたりしてしまうので、そこをこう補正するためにパラメータにね2点3点とかキーを打って形を補正するみたいな方法を取ることもあるんですけど、キーが増えれば増えるほど大変さがね上がっていきますので、やっぱここはなるべくシンプルにしたいということで、このシンプルなパラメーターでがっつり横を90度向けるモデルの作り方っていうのを解説していこうかなと思っております。でこう横を向くときに途中でこう形を整えないとなんか変な感じになってしまうのかっていうところをね説明した方がいいかなと思うんですけれども、でちょっとこれは簡略化したモデルになるんですけど、まあ、まずここ正面の顔がありますと。で例えばこうパラメータを作ってこの状態で横向いた顔を作りますと。でこれをそのまま、まあ、2点キーを打って保管するとどうなるかというと、はい、まあ、正面の顔を見ていてもらうと分かるかなと思うんですけど、こういう感じで、あ、分かりますかね。途中でなんかやっぱりどうしてもちょっと平べったいくなるというか、はい、潰れた感じになっちゃいますよね。まあちょっとじゃあブレンドシェイプを使うとどうなるかっていうと、例えばここでマイナス30度の時にこのひしゃげた挙影状をこのブレンドシェイプをオンにすることで、おお、綺麗になりました。膨らませるような感じで保管してますね。鼻の位置も揃ってますね。そうですね、ちょうどねこの上背面法っていうのはそもそも何かっていうと、こう塗りが前にあってこれに対する輪郭が、実はこれ輪郭線に見えてるんですけど、線ではなくて線ではなくてこう裏面にこの輪郭線の色でちょっと一回り大きいものが配置されてるみたいな状態になってるわけですね。なのでこれを動かすとこんな感じになってます。なるほど、その端っこだけが見えて線に見えるということですね。そうですね。でこれによって何がいいかというと、こうまとめていろんなパーツの、線素材を後ろに置いておくことでこう複雑な重なりとかを作った時の、はい、こんな感じでこう複雑なところをこう重なっているところの全部のこうシルエットをまとめてこう輪郭線として出してくれるので、90度向くようなモデルとかだと結構使いやすかったりします。でここであの描画順についてなんですけれども、描画順グループで描画順を変えることで、まあ、奥にあるものをまとめて描画順400にして後ろに隠れるような形にしていますという話ですね。あのデータダウンロードしていただいている方はラベルで赤と緑分かれてますので分かりやすいようになってるんじゃないかなと思います。まあ、描画順グループでこれ描画順変えると、やっぱり直接アートメッシュとかで描画順を変えるよりもその打つパラメーターのキーとかもねあの節約できますので、ぜひぜひこれは使っていただきたいかなと思いますですけど、この目と口に関してですね、素材の説明を忘れたのでちょっとそれを先にさせていただきますと、まず目に関していきましょうか。目に関してちょっとこの90度向かせる上で必要になるパーツがもう一個ありまして、ここにこういう素材を作ってます。こんな感じですね。でこれは何をしてるかというと、これを一旦消すと分かりやすいかなと思うんですけど、こんな感じでこう横向いた時に黒目の部分が一番前に出ててほしいんですよね。横向いた目で黒目の奥に白目がこう見えてるとちょっと不自然、もうちょっとおかしい感じになっちゃいますね。これを削るためにマスクを一つ追加してるという感じですね。ここに一つ、白目用のマスクを作って、これによって白目だけこう削ってるような感じですね。まあ、これがあるとねやっぱりこう黒目が一番前に出てるようなイメージで、うんうん、見えますね。そうですね、より立体感がつくかなという感じですね。